はい、皆さんこんにちは。210センチ石橋です。今日は、昭和レトロシリーズ雑司ヶ谷の方に、歩いていきたいと思います。五国寺駅から歩いていきます。レトロな、どんなレトロな街が待ってるのか、ちょっと楽しみにしたいと思います。はい、なんかここの雑司ヶ谷鶴巻通り商店街に、レトロな街並みがあるみたいなので、じゃあスタートします。このやってないですけど、荒木クリーニング店。ちょっとレトロ感が漂うクリーニング店ですね。僕昔練馬に住んでた時に、僕のワイシャツをおじいちゃん一人でやってるクリーニング屋さんに出したんですよね。そしたらおじいちゃんが、白衣はね、いくらですって言って、俺の白いワイシャツを白衣と勘違いしたってことがありました。お医者さんだと思ったのかな。なんかね、ちょくちょくとおしゃれな、これも煮干しそばのと海の都電テーブル、なんかちょっと、あ、いい感じのレコードジャケットが置いてあったりとかして、あ、レコードプレイヤーがある感じのね、ちょっとおしゃれな感じのお店ですね。さあ、ここですね。どうやら、あ、ここです。ここが噂の昭和レトロ商店街です。なんか昭和懐かしい、面白い紙芝居屋さんとかもあるんだ。へー、雑煮ストアっていうみたいです。ここはなんか雑司ヶ谷2丁目なので、雑煮ストアっていうみたいですね。なんかすごいな。これ民家みたいだけど、ここ、まあ、シャッター街みたいな感じですね。なんかちょっと怖い感じがしますね。なんだろう。ちょっとあれですね。なんか、この辺は昭和の戦後の闇市の名残が残っているところというふうに資料には書いてましたね。闇市って戦後のね、混沌とした時代にいろんなものが売ってあったり、食べ物とか物々交換したりとか、まあそんな感じだったんですかね。ちょっと僕のね、親世代な感じですよね。旅の清田観光、すごいな。そうだ、なんかここに、これ何線なんだろう。あ、都電荒川線ですか。へえ、乗ったことないけど。荒川線。ちょっとね、何メーターぐらいだろう、これ。40メーターか、50メーターぐらいですね。荒川線ですね。はい、電車が来そうです。撮り鉄みたいになってますけど路面電車みたいなもんなんですかね。昔はね、今でもあるのかな、札幌にも路面電車ありますし、まあ、僕富山にもいたんで、富山は今ポートランドって言ってるのかな。はい、バスみたいですね、車両。見えますかね。はい、では今走り出します。来ました。
はい、で雑司ヶ谷を抜けて、岸墓地があるそうなので今ちょっと岸墓地に向かいます。はい、まあちょっと観光地、まあ、ここが参道になっているということですね。長いです。岸墓地って感じますね。岸墓地大門。はい、ここが参道です。参道は欅があって、まあ、樹齢何百年っていう。うわー、これも太い。すごい、これ触っていいのかな。すごいな。幅も広いし。手焼きにもある。すごい幅が広い。すごいな。掴みきれない感じですね。すごい立派で、手焼きですね。すごいな。で、ここを右に入ると、なんか手塚治虫さんが住んでたという家があるそうなんですよ。あ、でもなんかここは普通のお家です。これですか？これでそうです。あ、そうなんだ。登録有形文化財。並木ハウスって言うみたいです。手塚治虫さんが住んでいたと言われている登録有形文化財。へー、まあ、ちょっと可愛い作りになってるかなっていう感じですね。参道にこうやって木があるとなんか清々しいというかいいですね。自然が感じられて人はたくさんいるんですけどね。古い建物すげえ。すごいな。マスクオール100円ってちっちゃそうだな、マスク。絶対ダメだろうな、色鉛筆。なんかこう古い家をこう利用していろんなものをこう売ってるんですね。この家もなんかすごい古いです。岸墓神、なんか岸墓神っていうのはなんか神様、なんかの神様のお嫁さんでたくさん子供を作ったらしく、ただ鬼なのでなんかその岸墓神は、いろんな街中の子供を食べてたそうです。ところがある日お釈迦さんがその岸墓神の子供を一人、まあ預かったというか預かったことでその岸墓神さんは泣いて、でお釈迦様は一人の子供を失うってこんなことだぞということを岸墓神に教えて、それからこう安産の神様、出産の神様になったようですね。人がたくさんいます。はい、どうでしたか。町ブラシリーズ、昭和レトロシリーズ、あの天気が非常に良くて、気持ちいい撮影になったと思います。まあ、昭和レトロはなかなかシャッターが降りててどんな店かわからなかったんですけど、これからまた昭和レトロシリーズやっていきますのでぜひお楽しみにしてください。チャンネル登録お願いします。